大きな責任に立ち向かう力で、あなたは負け格迎撃台風を体得しました。だからって 100% 成功するとは限りません。気を抜いてはいけませんよ。大丈夫、男は度胸、死ぬ気でいってらっしゃい。大丈夫、お前なら核ミサイルぐらいちょいのちょいだ。偽物なんか戻ってきたってどうなるっていうの？はあ、もうダメだな、この世界は。そうね、私たちはもうすぐ死ぬのよ。しまった。どうしよう今日や。とにかく今回は逃げないぞ。まずは状況確認をだな。脳挫傷と全身打撲および複雑骨折か。まだ生きてる？君たち、そこのカバンを取ってくれ。はい、どうぞ。オペ完了。タイムは、自己新記録だな。どうした君たち、珍しいものでも見たのかね。怪我を一瞬で治しちゃった。こいつ使える。こいつなら本物のマケレンノジアがどんな怪我してたって治せる。これも何かの縁だ。あんたも一緒に来てくれ。なんだ私は失望したまま故国に帰ろうと。いいからあんたを必要としている患者さんがいるのよ。
今 NASA からの報告が入りました。核ミサイルは無事地球の重力圏を脱出し飛び去っていったとのことです。負けれんのじゃわ、負けんのじゃ。やってくれるじゃねえか。俺も負けてられないな。さすがだな。愛するミーディアを救ってくれたこと心から感謝する。 Oh great! Thank you very much ね。こんなのまぐれだ。まぐれに決まっている。偽物の割には結構やるじゃないの。核ミサイルを何とかしたぐらいだからな。偽物でもラスボスに勝てるかも。偽物は偽物よ。本物のマケレンノジャじゃなくっちゃラスボスは倒せないわ。核ミサイルを弾き返すとは、少しはやるようになったな小僧。師匠、おかげで俺の出番がなくなっちまったぜ。ついでだから今回のラストバトルもお前に譲ってやるよ。だがこの程度でいい気になるなよ小僧。俺はまだお前を認めたわけじゃねえ。お前にはまだヒーローとしての覚悟は足りていないんだからな。核ミサイルを退けたのに大田中デスダークには勝てないのか。さすが私が力を与えただけのことはあるわね。言ってる場合か。あー残念、思わずため息が漏れます。核ミサイルをうっちゃり波に乗って挑んだラスボス戦でしたが一歩及ばず。しかし最初のことを思えば随分とラスボス戦らしくなってきました。マケレンノジャーかっこ仮は必ず再び蘇ってくれるはずです。そして次回こそ、次回こそは、それまで皆さん共に地球の無事を祈りましょう。また負けか。どこがマケレンノジャーなんだか。偽物なんだし、しょうがないんじゃない。早く来て。どこにいるの本物のマケレンノジャー。小僧、どんなに強力な必殺技を身につけようと覚悟は足りなければラスボスには勝てんぞ。死ぬ気で特訓をやり直してもう一度出直してくるんだな。それまでにこの俺がラスボスを倒していないことをせいぜい祈ってな。
くせ、大田中デスドーク。この匂いは。緊急速報です。大田中デスダークの様子が。これは巨大化してからというもの、口を閉ざしていた田中デスダークが何事か言おうとしています。皆さんご注目ください。逃げろ。逃げろですって？やばいな。何かとんでもないことが起こる気がする。特大級の危険な匂いがプンプンしやがるぜ。田中デスダークのやつ、世界中にエネルギー弾を発射したぞ。これはなんという惨劇。瞬時にして何百、いや何千万という命が失われました。嘘、みんな死んじゃったの？それって私のせい？私がラスボスを巨大化したから？いやー、今回の特訓で責任から逃げないことの大切さは十分理解できたな。だが責任という言葉はとても重い。重すぎてもう嫌になっちゃうくらいだ。そんな責任の重さを軽くしてくれるのが前向きな考え、ポジティブシンキングだ。ヒーローを心得、その名だ。ヒーローは常にポジティブたれ。くよくよ悩まず前に進むことが大事だ。ヒーロー業はへこむことだらけだ。怪我したり死にかけるのは日常茶飯事。しかも労災も保険も降りないのだ。何か失敗したら即刻ネット掲示板で叩かれ、ヒーロー業が忙しくなるとバイトできなくて毎日カップラーメン三昧。ちょっぴりエッチな本や DVD を手に入れるにも、正体がバレたらどうしようと恐れおののき、プライベートなど存在しやしない。そんなこんなでヒーローになって正解だったのかと悩んで眠れぬ夜さえもあるのだ。それはあんたの生活態度が悪いのが原因なんじゃないの？だがどんな状況に陥ろうとも常に前向きに考えて乗り越えるのがヒーローというもの。全種類のカップラーメンを制覇した幸せ、エッチなアイテムを手に入れる時のドキドキ感、全て前向きに考えれば OK。 そしてどんな苦労があろうともヒーローとして人を助けることができる幸せ、これは何物にも代えがたい。だから君にもヒーローになってよかったと思える日がきっと来るはずだ。きっとねえ、前向きなのと楽観的なのは違うから気をつけなさい。